都市が行く浜町公園に行きました。都市と、あ、そしてあのこの番組、あの都市っていうので統一してほしい。あ、都市は、都市はとか。都市は。あ、綺麗ですね。あ、都市綺麗ですねあれ。都市も綺麗よ。ちょっと一昨日ぐらいで散るかなと思ったんですけど、まだ残ってます。すごい。これ都市とデート動画ですね。そうですね。これはあの今出れないじゃないですか、なかなか。うん、だから都市とデートしてる気分になれるんじゃない。そんな小声で入るの。いつもこういう実際言われるんですけど。風強いね。風がね、ちょっとこれで桜が散るんですよね。あ、もうでもだいぶ知ってるけど、ほら、見てください。一面がピンクですよ。本当だ。都市なんですね、この番組は。この番組都市でちょっと統一してるんで。じゃあ俺もヒロで呼んでもらおうか。いや、いいです。カオスさんヒロっていう、あれですね、イメージないというか。でもヒロって言われたらヒロですよ。そんな違和感ない。なんかどっか座ります。そうですね。あ、一個テーブル空いてる。いやーでもすごい。ほら。ピンクの絨毯。湧いてるんで。いやちょっと花がバックになるように。これでちょっと、まあ、満喫満喫っすね。花見単語とか書き込めなかったね。あ、もう、この2日で葉桜になってんだ。葉桜って何ですか？あの、葉っぱが出てきてる。ああ、緑の。うん。だから8分咲きで満開なんだって。満開っていう。で、本当の満開になると、もう、こうやって葉っぱが出てきちゃって。じゃあもう、そうですね、ピンクじゃなくなりますもんね。すごいね、風が。いいっすね、浜町は。お花見のデートとかしたことある？ある？ないです。桜とかお花見に関しての思い出みたいなのないんすよね。墨田区と江東区は桜の名所多くて、両国の方からずらーって桜の並木があるのね、はい、でそこにあの長明寺っていうお寺があって、うん、そこにね桜餅を最初に作ってたとこっていうお店があって、そこの元祖の桜餅。うなぎ川も綺麗ですもんね、桜。綺麗ですね。いやー、花が散って、田中さん派手男ですね。そうですかね。うん、だってさっきまで朝まで雨降ってたからね。別れと出会いの季節。何も思い出ないって言ってたじゃん、さっき。桜何の思い出もないって。何もないですよ、マジで。人形町はやっぱり飲食店ですごい有名っていうか江戸っぽいところだよね。はいはい。人形町を散歩してます。そこに甘酒横丁っていうのが有名でね。飲み屋街ですか？飲み屋もたくさんありますね。あ、すごい和菓子だ。あ、団子か。お、美味しそう。あ、いいですね。これはどう見ましたね。あ、桜餅。
はい。インスタライブしてる。あ、いや、YouTube ですけど、すいません。はい、ありがとうございます。栗と1号。栗と1号。はい。はい。はい、ありがとうございます。袋は入れますか？あ、じゃあ、はい。はい。ありがとうございます。食べてるとこを映したのに、映ってなかったですね、ちょっと。ここのラーメン屋も、え？なんかよく見つけた。あ、これラーメン屋。え？ああ、ラーメン屋、それ。あ、これ。業長ラーメン。そうなの、安い。すごいお店いっぱいあるよね。うん。あ、この回転寿司美味しそうだな。マジか。で、こっちは飲み屋がいっぱいありますね、ちっちゃいの。ああ。いい感じの。ああ、いいね。なんか、たい焼きの専門店で。あるある。ありましたよね。うん、あ、これですよね。うん。並んでる。この右側壁側が太鼓になっております。あ、はい。ちょっと食べたかったですね。ここも有名だよね、飛行機楼も。なんかこの辺もいいっすね。いいっすよね。なんかこの辺で食べ物屋知ってると、ちょっと粋な感じがするよね。確かに。あ、今の。旧タイヤ買ったな。食べてるとこ食べれるから皆さん、お花見楽しんでいただけてもらえましたでしょうか。また年とデートしましょうね。